あっさり到着しちゃいました。ここなんか屋根もあるしめっちゃいいっすね。で充電器、これ日コンなのかな、日コンっすね。で 80% で自動で終了するんで、運用としてはすごい非常に素晴らしいと思います。これ無料なんですよ、認証すらいらない、イエイ。というわけで無料の急速充電器を使って伊豆の先っぽまで余裕で来れます。なんなら途中で山中湖で一回充電したじゃないですか、あの充電しなくてもいけるぐらいですね。あ、すごい、わかります、この屋根の上にソーラーパネルが乗っかってるっぽいです。ただしですね、充電のスピードはめっちゃ遅いんですよ。ここ確か EV スマートで調べると出力が30キロなんですね。で今見たら21キロワット程度しか出ないんで、これ 0% ギリギリでここに入ると E プラス60キロワット分充電しようとすると3時間かかるっていうことですね。結構きついな、結構きついぞ。で途中の人、人が来たらどくつもりなんで、となると3時間以上かかるのか、となるとちょっときついかもしれないですけど、まあとりあえずやってみましょう。この道の駅でめっちゃ時間潰せるならいいですし、か、それか夜のうちにここまで着いちゃって寝ながら充電して30分したら起きてまた差し直してっていうのを続ければ苦ではないかもしれないです。まあでも結構ド M なあれになりそうですけどね。ちょっと道の駅の中見に行きます。菜の花がものすごいいっぱい植えてありますね。めっちゃ綺麗。走っててもうそこら中に菜の花があってすごいいいっすよ。ほら、あそこにも菜の花があって。場所はこちらです。こちら道の駅、なんて言うんだろう、これ下鴨温泉。ほら30キロワットになってるでしょ。で遅いんですよ、遅いんですけど、まあまあまあいいっすよね。でこっから新宿の都庁の急速充電器までどれぐらいっていうと200キロなんですよ。で下道で行くんでちょっと多くなっても250キロじゃないですか。僕の車 80% 充電してれば300キロは走るんで余裕で来れたってことですね、ここまで。おー、いいっすね。よしよし、遊べますね。ここら辺海も近いし、さっきのトンボロここら辺ですからね。確かここだったような気がするな。どこだ、あった、道ヶ島のトンボロ。伊豆半島はもう余裕で遊べるってことでしょう。というわけで道の駅行きます。